持ってない空の曇りで私は最強。今日の動画では大森さんの一番高い発声ヘルスベルティングについて話していきたいと思います。ミセスの大森さんのような発声で気持ちよく歌えるようになりたいという方はぜひこの動画を最後まで見てみてください。この動画はミセスの大森さんが使う発声を出せるようになるための再生リストの一つの動画です。なのであなたが知らないワードをたくさん聞くと思うので、まだ最初の動画を見ていないという方はぜひこちらのカードから最初の動画から順番に見てみてください。ここまで教えてきた発声を順番に伝えると、まずは軽い発声を使いましょうという話をしたね。そこから、裏声とかも使いつつミックスボイスを習得する。その次にピュアベルティングの習得、そしてフルボイスの習得をしてからカバードベルティングを習得すると。そこまでで TA の割合が多いベルティングを習得してきました。そして次にスピーキングっていう CT の割合が多いベルティングを学んで、今回はミセスの大森さんが出す一番高いベルティング、ヘルスベルティングを教えていきたいと思います。ここまでのね、全ての発声の練習をしっかりと見て行って、で、スピーキングまでしっかりと出せるようになったという前提でお話をするんだけど、ヘルスベルティングは声帯の状態で言うと、スピーキングの状態と全く一緒です。けど、何が違うかというと、共鳴器官の使い方が変わる。スピーキングに関しては共鳴器官の扱い方としてはピュアベルティングと同じ。ヘルスベルティングは結構メタルっぽい要素なのね。で、メタルっぽい要素がある発声、どれか覚えてますか？フルボイスだね。すごくニャーオニャーオ、この調整でニャーオニャーオ、これをやってみてほしいのね。ここまで全部の発声を習得してきたのであれば、シンプルにフルボイスの共鳴器官の使い方、すごく鼻声に寄せるっていう状態で、声帯はスピーキングと同じ CT をたくさん使ってこういう風に出します。他に分かりやすい何かの真似のイメージで言うと、猫の真似をしてみましょう。にゃおにゃおにゃお、ここをね、しわくしゃに寄せることによってより鼻声になりやすくなります。にゃお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 、すごくわかりやすい曲で言うと、私は最強、私は最強、にゃお、これだね。ヘルスベルティングの発声に関しても他の発声と同じように、まずは楽に出せるところから発声をしていく。キーを下げて、私は最強、キャー。まず大事なポイントとしては、正しくこの発声を行うことが最も大事なのね。だから一旦キーは置いといてください。で、今出してる高さが全然余裕っていう感じだったら、徐々にキーを上げていく。いきなり高くしようとするとうまくいかないことがほとんどなので、まずは徐々に上げていく。私は最強、私は最強、私は最強。すごく鼻声に寄せる。この動画はミセスの大森さんの発声であなたも歌えるようになるための再生リストの一つの動画です。高い声で自由に歌えるようになりたい、大森さんのような発声で歌えるようになりたいけどまだ他の動画を見ていないという方は、ぜひこの再生リストの動画を全て見てみてください。この再生リストに関しては皆さんへの挑戦でもあって、挑戦の内容としては再生リストのそれぞれの動画に高評価とコメント2つを合わせて100件以上あった場合、この全ての動画を無料公開にさせていただく。逆に1つでも100を達成していなかった場合は、この再生リストごと非公開にさせていただいて、僕の教え子限定の公開とさせていただきます。ただね、皆さんの学ぶ意欲がすごく高いということでね、いつも100を無事達成しております。皆さん本当にありがとうございます。そして明日の動画に関しては、この再生リストに関してすごく大事なお知らせがあるので、ここまでしっかりと全ての動画を見てきたという方は必ず明日の動画も見逃さないでください。初めてこの動画を見たよという方に関しては、この大森さんが扱う迫力のある発声、ベルティングに関する無料のレッスンも公式 LINE の方でもお渡ししています。なので、大森さんが扱うベルティングの発声、出せるようになりたいという方は、ぜひコメント欄のところから公式 LINE を追加してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。